くつなあいつの歌に燃え移ってしまえよ。熱海ロックとブルース、よどめ錆びた街は踊る、再現に立って駆けるんだってさ、怪しく滲む空の下で静かに響くレコードの夜。しらけた人々の群れ遮ってしまえと、ダミーロックはブルースタリオ。こんにちは、グリムスパンキーです。ドッグハウススタジオってことで、今日ライブしに来たんですけど、目の前でね、寝てるのかな、寝てますかね、かわいいロマンティックちゃんということで、犬がいるんでドッグハウススタジオってことみたいなんですけども、かわいいね。かわいいんですよ、顔が可愛いんよ。ね、顔がね。ああ、ね、さっき外でね、一緒に遊んでとか、ただ顔見てたんだけど、非常に可愛い顔してて、これ多分皆さんにも見えてるかな、多分。よいしょ。ちょっと待ってね。いや、すごいかっこいい場所で今日ライブできていいですね。栗田くんね。結構僕好きなものいっぱいある。なんかプレイステーション2の。グランドセフトオートとか、プレイステーション2とかすごいリアルタイムだったんで、なんかちょっとこういうもう半分クラシックアイテムみたいな感じでプレステ2のソフトがあるのとかね、不思議な感じしますよね。どうですかね、見てる方、リアルタイムでプレステ2が出たって DVD が見れるらしいみたいな、
テンションだったんですけど、当時もはやクラシックアイテムエアジョーダンとか、エアジョーダン僕リアルタイムじゃないですけどね。松尾さん、松尾さんなんかピンとくるものある？トムとジェリーか、トムとジェリーとか好きでしょ、はい、あれあとファービーだね。あ、ファービーね、うん、これ言っていいのかな。じゃあ今日はここから、何曲かお届けしようと思います。楽しんでやりたいと思います。よろしく。かっこいい部屋でライブできてとっても楽しいね。いやすごいあのねいい感じですし、結構ねこの辺今響いてるんでね音が、うん、あのその響きの感じも気持ちよくないですかね。あ、紐引っかかってるちょっと待って、ロマンチックの家に
こっち来てくんないかな、こっち来てくんないかな。一緒に演奏中混ざってくれたら面白いねえ。おい、まあ、今日はアコースティック編成っていうことで、まあ、いつもね2人でやったりとか、あと、まあ、バンドでやるんですけど、今日は3人編成で、やってます。この編成もいいよね、楽しいよね。そうですね、まあ、今日こういう場所だからちょっとこうリラックスした感じもありつつでやろうかなと思ってるんですけど、うん、あのなんだかんだ気合入ってない。そうですね。気合入った感じになっちゃうよね、うんうん、意外と他の動画とか見たんだけど、やっぱロック系のアーティストがそんなに多い感じじゃないから、なんか難しい、気合の置き所が難しいよね。まあ、あの楽しんでやればいいね。じゃあ次の曲は、去年出した新しいアルバムから、いこうと思います。燃やしてるんだ。
がとう。コロナになってライブ会場よりもこういう風な場所でライブしたりとか配信でライブしたりとかそういう機会が増えまして、アコースティックギターで、ね、曲作ったりライブすることもすごい増えたんで、うん、そうなんです。アコースティックギター弾いてますね最近僕、うん、でそんな中でね自粛しながら本当は去年の、春ぐらいからアルバムのレコーディングをしようって感じで計画したんですけど、それも全部できなかったんで何にもしていない状態だと嫌だなということで自宅に録音機材を買って宅録で曲を作ろうってことで、完全に、宅録で作った曲、とてもねいい曲できたと思いますよ。なのでそれを今日は3人編成でやろうと思います。こんな夜更けは、夜が窓から入り漂った夏の匂い、ちょっと人恋しいコーヒーを甘くしよう、日が長くなって嬉しいことも背伸びをして買った洋服もしてほしいよ、いつか伝えよう、そわそわと考えてる、こんな時間もいいな、ベイカーの甘い声チラチラ光る遠い信号、星のように見える切なさも僕らのことも語り合うのさ、そんな時を夢見てる、こんな夜更けは君に会いたい、君に会いたいとぎゅっと思った、こんな夜更けはくだらない話で一緒に笑えたら、幹線道路はしゃぐ若者たち、thank you.
ありがとう。こんな夜更けはという曲でした。やばい、楽しい。ちょっとギターを準備します。はい、ロマンティックちゃんがずっと動いてるから思いのほか気になるね。来てくんないかな。やっぱステージには来ないんだよね。結構サクサクやっちゃったからもうあと1曲なんですけど、松尾さんもうちょっとやりたい気分ですけど、うん、いいですね。なんか他のアーティストのライブもさ、いろいろ見てさ、これドッグハウススタジオ、すごいいいなと思って、いいアーティストだし、あっここから来なかった、すごいアーティスト、いいアーティストが多かったし、うんね、うん、ちょっと自分らもだから今日やれて非常に良かったなって感じですし、場所もいいしね。本当に呼んでくれてありがとうございます、うん、とっても嬉しい。そうだ、キーボード栗田祐介くんです。今日一緒に演奏していただいております。はい、はい、じゃあ最後の曲になりますね。もうね、早いな。早いですね、なんかやってるとね。もうちょっとやりたかった。はい、ちょっとそれいい感じに今エンジンかかってきた。そうですね、はい、あの最後の曲はですね、もうデビュー前からずっとやってる曲、もうそうですね、あの学生の頃に書いた曲で、大人になったらという曲なんですけれど、まあ大人になった年齢ですけどね、今もうがっつり大人になったよね。がっつり大人になった年齢なんですけど、まあ、いつまでもこうキラキラした瞳でこう好きなことは好きと言い続けられる人でいたいなと思って書いた曲です。それを最後にやって、終わりにしたいと思います。なんかさ寂しいね、もう。そうなんだよねえ、いや本当にありがとう。グリムスファンキーでした。最後の曲、大人になったらです。タバコの匂いが私の髪にすがる、駅の冷たいホームさ、夢を見るやるせない若者たちの瞳は眠らない、そうでしょう、私たちはやることがあって、ここで歌ってる、今スカート撫でてやってくる、寝ぼけた街を抜け、おはようなんて言う気分じゃないの、先が見える、ああ、ずっと子供でいたいよ、猫かぶり大人は知らない、この輝く世界がだんだん見えなくなっていくけど、いつか昔に強く思った憧れは決して消えない、消えやしない、ああ、こんなロックは知らない、いらない、聞かない、大人になったら分かるのかい。
私の歌をそっと口ずさむ夜明け優しい朝でした。ありがとうございました。ありがとうございました。